豊橋市役所から重要なお知らせです。資源化センターの焼却炉3基のうち1基が故障により緊急停止しました。復旧までの間、家庭ごみのすべてが処理しきれず、ごみがあふれてしまう可能性があります。ごみの分別にご協力をお願いします。生ごみ、新聞紙や雑紙などの紙類、プラマークごみ、ペットボトルは燃やすごみの中に入れないでください。広報校長課の宇賀本柳代レミです。皆さん、暑い日が続いてますね。水分補給や暑さ対策をしてこの暑い夏を乗り越えましょう。それでは初めに旭海さんのヘルシークッキング夏のスタミナ食の様子をご覧ください。夏の暑さに食欲がない、夏バテしないようにスタミナをつけたい、そんな方にぴったりの料理教室が7月25日水曜日、豊橋市保健所保健センターホイップで開かれました。今回講師を務めたのは豊橋市食生活改善推進員の皆さんです。今回は豚肉のスパイシー生姜焼きやきゅうりとオクラのザーサイ和えなど、暑い夏を乗り切るために考えられた料理4品を作ります。キウイフルーツの炭酸ゼリーかけ、これもちょっと面白そうだなと思って、ちょっといろいろみんな勉強でやってみます。参加者ははじめにオクラを剥いたりキュウリを叩いたりして野菜の下ごしらえを行いました。人参のポタージュ作りでは、茹でた人参にご飯を入れてとろみと甘みを引き出します。参加者は豚肉にカレーパウダーをすり込むなど一工夫加えられた夏のスタミナ食を作っていきました。家では生姜焼きぐらいしかやらなかったので、カレーパウダーを使うのが結構夏らしくていいなと思いました。なんかやり方が多少違うもんですからね、いい勉強になります。最後に盛り付けをして完成です。参加者全員で完成した料理を味わいました。人参のポタージュでも人参の嫌いな子でも飲めるんじゃないかなっていう感じでした。生姜があんなに入っていいかなと思ったんですけど、食べてみたらよく生姜が効いてて塩分控えめでとてもしっかりした味付けでとても美味しかったです。今日は夏のスタミナ食ということで豚肉のスパイシー生姜焼きなど4品を作りました。豚肉には疲労回復に効果のあるビタミン B1 が多く含まれています。ビタミン B1 は糖質をエネルギーに変えるのに必要な栄養素で、不足すると疲労物質がたまって疲れやすくなってしまいます。あと、きゅうりとオクラのザーサイ和えなど作りました。ご家庭で簡単に手に入る食材を使っていろんな料理を工夫してこの暑い夏を乗り切ってください。豊橋市ではこのような料理教室を行っていますので、健康増進課のホームページや広報豊橋を確認していただき、ぜひ皆さんも、参加していただきますようよろしくお願いいたします。皆さんもスタミナがつくものを食べてこの暑い夏を一緒に乗り越えましょう。続いては宇賀本柳代レミのやってみたシリーズ第2弾、それでは見てください。いってらっしゃい。キャメロン・ディアスがサーフィンをやるときは三つ編みのイメージ。このここを通っていくのをやります。何でしたっけ？ウェーブに入っていきます。
それぐらいの出来でした、ね、めっちゃ流れます。今日はインサイドで流れやすいの、インサイドに流れるの。今立ててましたよね。あれがサーフィンです。また来月も何かに挑戦します。皆さんもぜひサーフィンしてください。バイバイ。今回教えてくれたのはブレイズサーフサーフィンスクールとアイラサーフィンスクールです。続いては候補豊橋8月号の見どころを紹介します。来年の成人式は1月13日日曜日に各小学校区単位で開催します。対象は平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれで、豊橋市の成人式に出席を希望する方です。各校区社会教育委員会が10月までに対象者へ成人式の参加確認調査を実施します。お問い合わせは豊橋市障害学習課まで、できる限り9月下旬までにお問い合わせください。候補豊橋を皆様の生活にお役立てください。さて今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。